こんにちは。今日は先日のタティングレースの編み方をご紹介したと思うんですけれども、今日は別の編み方をご紹介したいと思います。まず早速一つ目です。今日はちょっと撮影所の関係によりちょっと手の位置をちょっとこまめに変えたりするかもしれないんですけども、お見苦しい点がありましたら申し訳ございません。ご了承ください。と、今日やるやり方はこの、こうやって5目と1目とで4目編んで1つピコ、5目編んでピコ、5目編んでで丸くさせています。こんな感じです。で、この糸とこの糸はそれぞれ何の糸なのかというと、これはレース糸の束っていうか毛玉の向きです。ここに置いておきますね。で、これ逆の糸はこちらのシャトルの糸です。まあ、ちょうどここが白い糸で、これが若干緑色の糸になっていると思います。で、この糸を糸を使う前にこのモチーフがあるんですけども、この小さいモチーフを逆さにして、で、この糸を軸に編むやり方です。まあ、編み方は表目裏目は先日の編み方と同様です。手の甲に糸をかけて、もうちょっとだらんとしてるんですけども、こんな感じです。で、この糸を下から、白い糸の下からくぐらせて、で、この緑色の輪っかの中をシュッと引きます。で、こっちの左手の人差し指を緩めてフィットします。するとこんな感じになってるかと思います。で、次にこの糸を軸にして、今度は下から、上から入れていきます。上から入れて、で、上げる。その時にもこの親指の糸はちゃんとしっかり押さえたままです。で、ここをピンと張って、こうしもめていくとこんな感じになります。これで一目編んでいます。すいません。申し訳ございません。とですね、先ほど白い糸を軸にしてっていうふうに申し上げたんですけども、緑色の糸を最初軸としています。緑色の糸を軸にするような感じで、この糸はピーンと張り詰める方が緑色の糸になります。で、こっちの毛糸玉の方の白い糸は、巻いていく感じです。では続けていきます。糸にかけて、で、ピンと張り詰めて、で、こっちの人差し指をピンと張ります。するとこういうふうに編みます。で、今度は上から入れて、
で、ピンと張り詰めてギュッと引くと、どんなかというとこんな感じになってるかと思います。これを続けて編んでいます。はい、3目編んで1つピコ編んで3目編むことにしました。すると見えづらいでしょうかね、こんな感じに編み目がなっています。で、次にこのところからここに、この穴にこちらですね、ここにつなげる方法をご紹介したいと思います。ちょっと編むだけのやり方ではちょっと説明が難しいと思うので、ちょっと図で説明したいと思います。はい、そのつなげ方なんですけども、まずまあざくばらんにこういうような編み図になっています。ここで先ほどご紹介したこの3目編んだところからここでつなげるんですけども、まあ基本的にはこの丸い円をもう一回ここで途中ストップさせて、でもう一回ここでちょっと輪っかを作っておきます。まあ、これでまた引っ張る糸ですね。引っ張る糸を丸く途中から作るという感じです。これを4目、まあ、こっち隣の面は5目になってるんですけども、ここで結ぶ関係上4目にしています。で、まあ、このように編み終わったら、まあ、ちょっとなかなかどのように書いたら分かりやすいのか分からなかったんですけども、こんな感じになってるかと思います。この結び目たちがあって、で、ここで輪っかで作った糸をこのピコの中に通します。で、こういう風にちょっとスーッと伸ばしていきます。ただ、完全に引くんじゃなくて、この糸が、まあ、ピーッと引いたら、この糸がやがて、まあ、こんな感じ、こんな感じで、まあ、ここで止めさせておきます。私はちょっとこのやり方でやっています。で、止めた後この、まあ、シャトルで残っている糸をここの中に入れて、で、先ほど余っていたこの糸が残ってるかと思うんですけども、この糸をぐっと引っ張って、でもう一度、まあ、先ほどのようにこの図で編んでいきます。ただ2つ目に入る場合はここ、まあ、すでに4個編んでるので、まあ、最初は5と編んでるんですけども、まあ、ここだけちょっと間違わないように、あとはあとの残り3つはこのような感じで編み進めていくとつながります。はい、早速編んでいきます。この輪っかにした糸は緑の糸です。この穴にこれを、あ、そうですね、輪っかにした糸は人差し指にかかっています。で、これを引き上げて、で、
この上の糸は残しておきます。見えますでしょうか。で、この輪っかになってる方のここにシャトルをぐいっと入れます。で、この余ってるこの糸を引き出します。はい、で編んでみたのがこのような感じに仕上がりました。で、あとはこの糸で編んだこのシャトル側の糸を引き抜くと、このこちら側の丸いモチーフに連続して編むことができます。あとすいません、先ほど続けて編むときに4目、あ、最初は5目編んで編むっていうふうにお伝えしたんですけども、次からはまあ、ここそうですね、つなげる前の目数は4目で、つなげた後もここ4目になっています。先ほど5目と申し上げたんですけども4目になっています。 4目で編みます。ちょっと間違っていましたので、ここだけ気をつけてください。残りは5目ずつ編むだけです。で、まあ、そうして引っ張ったこのシャトル側の糸を引っ張って、するとこういうふうに丸くつなげることができました。今日はタテリングレースのつなぎ方の動画でした。またどこかでお会いいたしましょう。